プリンス・エドワード等の風景、アンをめぐる人々は、カナダの作家 LM ・モンゴメリによる、アンの友達の続編にあたる、短編集。アンの友達を編纂する際に没にされた原稿を、保管していた、ボストンの LC ページ社が、1916年で、モンゴメリとの契約が終了していたにもかかわらず、差し止め仮処分命令を無視して1920年に、 強行出版した。モンゴメリはこれを自分の作品に含めることを拒否している。各タイトルは村岡花子役に準拠する。1911年にページ社の求めに応じてモンゴメリが送った初期の短編作品のうち、両作を手直しした上で出版されたのがアンの友達であるのに対して、その際には没になった作品を 作者との契約関係が終了していたにもかかわらず、出版し、裁判になったのが本作である。ページ社が無断で改ざんした短編もある。1916年までにモンゴメリは、ページ社と縁を切り、ストークス社から本を出すようになっていたが、ページ社とは、案の名前は出さないという条件で、初期の作品群の出版に合意していた。 ページ社は1911年に受け取った原稿を紛失したと主張していたが、後にこれらの短編を地下室で発見したので契約に従い、それを出版すると通告してきた。ページ社はモンゴメリが破棄した原稿のコピーを取っており、1920年にそれを使って案をめぐる人々を発行した。ページ社からは案の本は出さないという。 ストークス社の許諾を得て結ばれた契約があったが、ページ社は赤毛の少女を表紙に載せ、案の名前を出さずに、案の本と錯誤させて販売した。モンゴメリはページ社に対し訴訟を起こし、それは9年近くにわたった。モンゴメリは短編のストーリーや文面を他の作品ですでに使っており、私の名を付した本が出版されて、そこに、 私の他の本に書かれている不や描写が際限なく含まれているというのでは私は笑い者にされてしまうでしょう。と困惑している。また長期にわたる裁判はモンゴメリの辛労を加えることになる。原稿は1942年4月24日に渡されその日にモンゴメリは死んだとの逸話が村岡花子役の案をめぐる人々及び エミリーの求めるものの後書きに書かれているが、村岡美恵役の、アンの思い出の日々との取り違えであり、実際は、上記の通りである。各タイトルは、村岡花子役に準拠する。通常、最初に挙げられている9冊の本を、アンブックスと呼ぶ。アンブックスをより狭い範囲に呼ぶ場合もあるが、9冊の本は、アンを、主人公とするか、準主人公とする。 案の物語である。これに対し、追加の2冊は、短編集で、案の物語と同じ背景設定であるが、大部分の作品は、案とは直接に関係していない。案が早くとして登場したり、その名前が言及される短編もあるが、総じて、題名が示す通り、案の周囲の人々の物語である。ありがとうございます。